皆さん、ナマステ、こんにちは。先ほどご紹介いただきました、ネパール日本語教師協会ジャルタン会長を務めておりますラビンドラ・マーズンと申します。本日は、この Department of Asian Language The English and Foreign Language University と、国際交流基金ニューデリー主催、International Conference on Japanese Language Education in South Asia プログラムにご招待いただき誠にありがとうございました。そしてネパールの教育について今日の発表会にこのこういう機会をくださいました国際交流基金ニューデリーのあゆみ先生、それからズン・アリセ先生、そしてアルン、まあ、こちらのそのアルン先生にはお礼を感謝申し上げます。今日は私はネパールの教育について、歴史から現在までを一応作品を用意してまいりましたが、時間の制限でちょっと長くなりそうなので、もう少し簡単にまとめてスライドの通りの、一応重要なポイントだけを説明させていただきたいと思います。それでは始めさせていただきます。はじめには、ネパールの日本語教育は、3つの時代に分けてみたいと思います。第1期、1980年頃までですね。で、第2期では2000年頃まで、そして第3期では、2000年以降現在までということ形にしています。そして第1期では、初めて、ネパールで日本語学校が設立し、そして国際交流基金のサポートが始まった頃ですよ。それから第2期では日本語教師協会ジャルタンの設立し、そこから日本語弁論大会が始まり、または JLPT 試験を開始できた頃ですよ。そして第3期では日本語学習者がどんどん増えて、さらに日本語学校も増えたところです。はい、まず最初は、1962年神原達夫さんが、研究員としてネパールの歴史を研究するためにネパールに来られました。彼は、まず初めには自分の部屋で知人に日本語を教えたところで、ネパール人の日本と日本語に興味がある人たちがもう集まってきたんですよ。で、集まってきて、そこで、日本語の会話サークルのようなものもできました。これがネパールの一番最初の、まあ、日本語学校とし学校の元となりますね。で、そして2番目は1964年に天理大学を卒業して書いてこられたラムキシナ・バルマ先生が初めてカトマンズで日本語学校を設立されました。これがネパールの、正式に学校登録された日本語学校であります。で、これをこの日本語学校は現在カトマンズ日本語学院としてなっております。その頃、まあ、日本語学校がありましたけれども、教科書もありませんでした。そして黒板もありませんでした。一応紙で書いて教え始めたところなんですよ。で、ラムキシナ・バルマ先生が、まあ、天理大学を卒業してからの、そして日本語、ネパールで初めて日本語教育の日本語学校を設立した上で、2001年に、まあ、長い年渡りの日本語教育に貢献したことで、日本の政府より90章の
賞を受賞されました。それがネパール人としてはとても大事なところだと思っています。で、引き続き、1966年に、日本人の恩海良治さんがネパール語を学ぶためにネパールへ来られました。で、彼はネパール語を学びながら、日本語も教えていました。ここからが、ネパールの日本語教育が盛んになったと思われています。で、オムカイ先生が、その時読み方という教科書が使っておりました。使っていらっしゃいました。そうですね。で、この頃はまた宮原隆さんがネパールの政府の事務所に派遣されてネパールに来られました。で、彼も、仕事をしながら日本語を教えていました。で、ここからがさらにその日本語学習者も増え始めました。で、これがそのこの頃に使っていた、読み方の教科書です。まあ、この頃、ネパール人がどのようなネパール人が日本語を勉強していたということは、まずは日本とビジネスするハンディクラフトのビジネスマンだった。そして日本人観光客を案内するガイドや、それからトレッキングガイドする人たちだったんです。そしてホテル業、観光業のホテル、それからレストランなどで、そしてまあハンディクラフトの店でも働いている人たちだったんです。それから日本の文化などに興味がある人だったんです。これが1960年代の日本語学校の教師の風景です。で、教えていらっしゃる先生は大向先生だったんです。68年には現在トレボン大学、まあ国際言語キャンパスの前身である、その頃は、国際言語学校で日本語科が設立されました。その設立さんのきっかけは、2年間のネパール語留学が、終わりに近づいた大向先生に対して学校長より、このままネパールに、残って日本語を教えてくれないかという依頼があっただそうです。そして1974年にネパール政府の新しい教育システムが始まり、国際言語学校は、トリボン大学国際言語キャンパスに変わりました。1974年には変わりましたですね。で、ここが、お迎え先生が、日本語科の初めての日本語講師に任命され、彼は2年間の、日本語コースのカリクラムを作成し、その後20年以上日本語を教えていました。その後は、これはネパールの上司校パドマカニャキャンパスのの風景ですけれども、ここも大向先生は日本語を教えていました。で、あとは、74年にそのトリボン大学の国際言語キャンパスでも、日本語科が始めた頃に、ここ PK キャンパスの日本語学校は終了となりました。68年にネパールに日本大使が設置されました。つまりネパールの日本語教育は大使館設置よりもフリーです。それまでにはデリの日本大使館が
管轄しており、お迎え先生に連絡して、自傷などのサポートをしてもらいました。それから、68年にこのカトマンズに日本大使が、できてから、国際交流基金からもいろいろなサポートが始まりましたんです。そこが、教科書の寄贈などの援助を得られるようにはなりました。もちろん大使館からもいろいろなサポートがしてくださいました。そして71年から、ネパールでも国際交流基金の優秀者、成績優秀者ですね、成績優秀者研修に選ばれるようにはなりました。現在までそのプログラムで毎年一人の学生が、日本へ、2週間程度の一応、研究ができるようにはなっています。そうですね。で、今度は1975年ですね。75年からは、ネパール人教師が、国際交流基金の日本語教師研修として、研修に選ばれるようにはなりました。現在まではネパール人の日本語先生100人以上を超える日本語教師が浦和で学び、ネパールの日本語教育の向上に役立っていると思っています。79年にはもう一個の私立の学校ができました。これはカトマンズ日本語学院の卒業生である学生たちがパタンというところに行って、パタン日本語学院が設立されました。で、ここからは私立の学校は2個になって、国際言語キャンパスとしては1つになりました。3つです。ここからは第2期に入りたいと思いますが、1981年、初めての第1回の日本語弁論大会は、大使館主催より開催されました。ここからが日本語弁論大会が始まった頃ですね。その後は、カトマンズ日本語学院と、それから、国際言語キャンパス、そしてパタン日本語学院が持ち回りで実施していました。その後は、ザルタンが設立されてから、日本語、ネパール日本語教師会、ザルタンが設立されてからは、ザルタンが主催するようにはなりました。で、本年度、先月の2月9日には、第3回目の、日本語弁論大会を開始しました。1997年頃は、天理大学から相馬七郎先生が、国際キャンパスに派遣されてきました。で、ここが相馬先生が古い教材を変え、そのカリクルムを全体的に変えて新しく、日本語教育に向けたということが思われているんです。で、そして相馬先生がネパールの日本語教師の向上のために、日本力の向上のためには、ネパールでも日本語教師のセミナーとかは必要ということが考えられるようにはなりました。で、そして、他の日本人のボランティアの先生方の協力を得て、1997年より日本語教師セミナーも実施するようにはなりました。で、この頃は、ネパールでは日本語能力試験が実施されておらず、インドなどの外国へ行って、受験するしか方法がありませんでした。で、そうすると、
費用の問題とかで、ネパール人の、受験者がなかなかその受験する機会がなくて、まあ、そのままにいてしまったんですよ。でそこが相馬先生が、今度ネパールでも日本語能力試験を実施することに考えていらっしゃったんですよ。で初めはあの国際交流基金にこの日本語能力試験を実施することで依頼を出したんですけれども、あのネパールではその規範がなかったためには一応実現ができませんでした。1996年です。で、ここはネパールと日本の、国交樹立40周年に、日本語学校、日本語教師が協力して日本語教育の普及となることを含めて、今度、この JLPT 日本語能力試験も実施できるように、今度ネパール日本語教師協会を設立することを決めたんですよ。で、まあ、政府関係のその政府登録にも、まあ、かなり時間がかかったと思いますけれども、そのようやく98年にザルタンが設立できました。次の、はい、ここは、1998年にザルタンがようやく登録され、NGO 団体としては登録できました。でザルタンが、設立されてから今度、日本語弁論大会は、ザルタン主催で主催するようにはなりました。そして、日本語教師セミナーにはセミナーもザルタン主催にして、国際交流基金デリー事務所から、日本語専門家が講師として、派遣されるようになりました。そして現在までも毎年2回、一応年に2回、この教師セミナーを開催されていますが、1回は、まあ、カトマンズ以外のポカラという町でも一応実施しております。はい、で、ザルタンが設立してから、今度、ネパールでのその日本語能力試験も実施するようにはなりました。というのは、2000年からネパールで日本語能力試験を実施することができるようにはなったんです。で、その頃は毎年1回実施することができたんですけども、2010年からは、毎年2回実施できるようにはなりました。で、ここからは第3期に入りたいと思います。まずはその2000年以降、ザルタンができたことにより、日本語教育関係のイベントが盛んになりました。2000年以降が始まったザルタンの主な活動としては、映画祭、カラオケ大会、歌唱大会も言われますけれども、トップジェテスト、で、南アジア日本語弁論大会の参加などがあります。そして JICAの支援から見ると、日本語キャラバンも実施しています。日本語キャラバンというのは、日本の文化、日本語をカトマンズだけじゃなくて、カトマンズ以外の村にいて、その村の子供たちに、興味を持ってもらうために、一応日本語の紹介というような形のキャラバンも実施しております。で、そして2013年にはザルタン事務所にも一応日本語リソースセンターが開設され、日本語教材を貸し出し、またはビデオを見ることができるようにはなりました。でも現在は専門家がいないために、学生たちが自由に勉強ができるんですもん。いろんな資料があっても、相談したいことがあればその相談ができなくなっていることがとても残念だと思っています。
2003年ですね。2003年には、相馬先生が国際言語キャンパスに日本語科にはその BA コース、将来は BA コース開設を目指し、以前は2年間のコースだけだったんですけども、2003年には3年間目のそのコースも始めたんです。その3年間目のそのコースといえば、日本の文化、歴史、文学などの教育が始まった頃です。そして、で2000年以降は日本へ留学する希望の学生が増え始めた頃なんです。2000年からはどん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 、急激に、日本へその留学したいという希望者の学生たちが増えてきたんですよ。で、ザルタンが設立当初は19校の加盟校のうちは、8校が2000年以降、登録されています。設立されていますが、それ以外の、ザルタン以外の非加盟校とか、それもものすごく設立が増えたんです。で、今現在は、ザルタン加盟校としては、22校の加盟校と3校の、準加盟校として、加盟していますけれども、加盟校以外のその非加盟校というのは、非加盟校ではコンサルタントというのは、その留学だけを目的に派遣する、そういうコンサルタントがものすごく増えていて、今500以上あると思われています。それはカトマンズだけですね。で、今度は2000年以降はもう一つその JLPT の以外、NAT テスト、TOP テストも実施できるように、実施されるようになり、で、学生が選びながら自分が受けたい試験を受けられるようにはなりました。そしてこの頃は、この頃からは学生たちは自分でインターネットを利用して、日本語を学ぶこともできるようにはなりましたんですね。はい、で、2010年以降、2010年以降は日本語の学習者が増えたとともに、日本語学校もどんどん増え始めたんです。で、そこからは、日本語学習者が、日本へ留学する数がどんどん増えていて、2010年の今のデータの国別に分けてみると、ネパールは3番目になっていると思いますね。これが2017年、2016年の雑草からいただいたそのデータなんですも、ネパールは一応3番にはなっています。留学生としての数です、これは。で、2010年以降の、私立日本語学校や、その学院だけではなく、義務教育の、ネパールの義務教育の、小学校、それから中学校、高校にも、日本語が、特別授業として、特別授業として、クラスを始めたところもあります。ここからは、私立の日本語学校や学院だけではなくて、他の学校でも少しずつ日本語が普及になっていたと思っています。そして、技能実習生も、そして日本へ行く機会も始まり、義務教育も全然受けてないネパール人も日本語を勉強するようにはなりました。で、それからもう、ネパールでのその日本語学習者が増えてきたので、以前は、ザルタン加盟校だけは、参加できる、その弁論大会、または歌唱大会は、2000、
2017年から2017年は、ネパール全国誰でも参加できるように、その弁論大会や歌手大会には変更しました。でそうすると、私立の日本語学校や、学院だけじゃなくて他の学校からも、小学生または中学生も参加できるようにはなりました。で現在もその参加はしています。はい、2010年以降はネパールで日本文化紹介として、行っている点は こちらのようですが、まずは、展覧会、これは日本大使館主催にしておりますが、その次は盆踊り、それから、餅つき、日本人、これは日本人会が主催してますね。それから広島、長崎、現場ポスター展とか、それから生け花クラス、これはネパール人女性が講師して行ってます。それから日本とネパールの比較文化の紹介などです。あと2、3枚もう取ってもらいます。はい。で、もうそろそろ終わりに近づいてますけども、はい、すいませんけども、最近の問題点、ネパールの教育についての最近の問題点は、このようですね。まずは、日本語学習者が増えたとともに、増加しているともに、日本語教師が現在足りなくなっている様子です。で、そうすると、新しい日本語の先生が派遣すると、日本語レベルも足りない先生方も教え始めているのというところですよ。で、そういう日本語の先生たちは、日本語力はほとんど足りないんですね。そして、日本の生活、文化、経験などをする機会がほとんどないんです。そして、日本語学科の BA コースがありません。ネパールではね。で、そして、日本語の専門家がとても少ないんです。指にかじられるぐらいしかないと思います。で今度はネパールでは日本語センターもありません。これは現代の現在の、とても問題点だと思っています。これらのその問題点には私自身では解決はどのようにできればというもといえば、このまた新しいこの講師になる、先生方の、日本語力を育成セミナーはどんどん増やしてほしいと思います。そして、日本の生活、文化体験ができるような機会が、作っていきたいと思っています。それから、日本語学校の BA コースが認定され、その BA コースが勉強できるようになればと思っています。そして、日本語の専門家がネパールに来られてほしいんです。それから、国際交流機のネパールオフィスの設置を希望していますが、それを国際交流基金にお願いしたいと思います。はい、現在のザルタンはつい最近にしたことなんですも、国際交流基金が、JF スタンダードで、この丸ごと日本の文化教材を一応作成されたものを、それをネパール人の先生方に、その一つ、その、紹介と、どのように教えるかというのを、その教え方について、ワークショップを開催しました。もちろん、その時は、あゆみ先生とアリセ先生がお越しくださいました。そして、ザルタンが、JLPT N2、N1 の対策クラスも実施しています。で、N1、N2、勉強できる、そういう学校はほとんどありませんです。できれば一つだけあるんですが、それは国際言語キャンパスだけなんです。それ以外、他の学院は500以上あっても、その日本語 N1、N2 対策クラスがやっている学校は全然ありません。そして、ザルタンが多数日本文化、行事にボランティアとして関わっています。それから、
まあ、先ほど申し上げましたけれども、ネパール小中級の小中高の生徒に日本のことを知ってもらいたく、日本と日本文化紹介キャラバンを地方の学校に巡回して行っています。でこれが現在、ネパールで使われている、日本語の教科書のリストです。ご清聴ありがとうございました。